はい、こんにちは。ブラックスクワット、タリーンのチームデスマッチをやっていきます。で、今日使う武器はですね、昨日入荷したばっかりのね、おすすめの銃があったんでね、買ってみました。P90 です。これ、なまら可愛いらしいです。早速使っていきましょう。で、今回ね、5分しかないんでね、150キルするのは難しいが、さあ、グレネード掘り投げて、なんとかスコアトップを取っていきたい。さあ、僕の右腕の調子が悪いし、口の調子も悪いし、もう脳みその調子も悪いんでね、トップ取れるかわかんないんですけど。さあ、残り4分半で、何キルまでいけるか。ちなみにこの P90、あだ名がついててですね、なんと、あだ名は P ちゃんらしいですね。まあ、なんで P ちゃんなのかわからないし、色も黒いんだけども。さあ、なんか、なんとか色の悪魔って呼ばれるように頑張っていきたいが、いきなりスナイパーで狙撃されてしまう。どうもな、こっちの方がやっぱ盛り上がるんだよな。結構裏から攻めていきたいんだけど、盛り上がる方へ進んでいく。さあ、上見渡して、ホールを見た誰もいないピンクのスナイパーを、横から撃って、で、カバー入っていく。さあ、リロード。あ、P90 ね、ま、P90、ピーちゃんって言った方がいいか、今。ピーちゃんはね、正直ブラックスクワットだとちょっとあんま強くないんですよね。これ使うんだったら正直初期武器の MP7 の方が使いやすいんだけど。まあ、やっぱね、弾50発っていうのはね、結構なアドバンテージになるんでね。まあ、裏取ったりして活躍していきたいですね。正面だとね、やっぱりね、ちょっとクソ、お久しぶりのクソエイム。なんか戦士が合ってない気がするな。180度20センチなんでね。まあ大丈夫か。気のせいだな。多分、僕のね、腕の調子が悪いしね、脳みその調子も悪いんでね、あんまスコア出せないかもしれないですけども、なんとか頑張ってトップを取っていきたい。さあ、時間ないんで、立ち止まってる暇はないぞ。突っ込んで。さあ、どっち入る？こっちの方がいい。さあ、赤点見て、1人、2人、3人と倒していく。立て続けに倒して奥ミルがいないんで、クレを放り投げて、別ルートで進んでいく。さあ、ホール上から射撃して、誰も倒してないね。味方の、まあ、アシストだけもらった。さあ、赤点。一つ、二つ、三つぐらいあると思って、後ろで落とした。さあ、一人やっていく。もう一人、奥で切る。お、いいね、その位置。あとは味方に任せて安全地帯から敵を待つ。赤点が1個見えた。さあ出てくる。出てきたところに有利ポジションからサクッとで進んでいく。あ、後ろまだいるね。リロードしたね今。さあ音がね、おっとここでラグが相手のザワールドによって僕が殺されてしまった。ピーちゃんなかなか調子いいね。この感じでいた。よし、一人やった。倒す。さあ出て、右向いて上から撃っていくか。うわっと、スカーエル珍しい銃だ。まあなんかね、特攻できれば悪くないんだよね、この銃も。ただ正面の打ち合いにはあまり強くないからな。ちょっと待って。打ち漏らしじゃん。頭を後ろからぶち抜く。さあもう一人。グレネード来た。ライフ5だ。ちょっとやばいぞ。一人ぐらいはキルしておきたいが、どうだ？ライフ5でどこまでできるか、頑張りたい。さあ、頑張れ、俺。さあ、ピンク色の悪魔になるんだ。P90 持って、突っ越していく。一人倒す。さあ、見えてる。もう一人。で、左に二人行ったのが見えた。さあ、やれ。よし、リロードかまして、ハンドガン持ち帰るけど、ハンドガン弱いから信用できん。さあ、P90 持ち帰って、グレネード投げて気を引き締めつつ、一人、二人、あ、もう一人いけるか、三人いけないか。まあ頑張った。残り一分でどこまでピーちゃんを活用できるか。さあ、グレネードを奥に投げて、左から入っていく。上覗いて。あ、ちょっとまずいな。先にそっち。おぉびっくりした。なんかこういうシーンが多いね、今回は。せわしない。一人、二人、三人。3人目。いいね。なんかよくわからんけど、調子がいいのか、相手が調子が悪いのか。1人、おぉ、いけないか。MDR はやっぱ強い。チェリーアート。今ね、チェリーアートイベントやってますからね。さ、いい感じにグレネードを投げて、グレネード切ると、射撃力を同時に出していく。
さあ、また敵陣奥深く入っていって、スコアをどんどん。お、足音が聞こえるんで、さっと、もう一人いる。あー、もうこの、もう一人はやりたかったな。やっぱあそこでヘッドショット出せなきゃダメですね。さあ、残り3秒。いけるか。出てこい、出てこい、出てこい。はい、という感じでね。P90 こと P ちゃん使って123キル74キルでこっち勝ちましたね。結構暴れたような気がするけど、どうだろうか。これピンク色の悪魔になれたかな ?28 キル。まあまあいいんじゃないですかね。こんだけ暴れるやっていう感じでね。ちょっと短いんだけど P90 使ってみました。